もうあのうわキャンピングカーの屋根をご覧ください。アホほど積もっております。めっちゃハイルーフだね。アホほど積もっておりますもうね、みんな駐車場から出せなくて困っております。脱出。うわー、ユンボで脱出。おはようございます。おはようございます。すごい、ユンボで救出してるの初めて見た。すごい救出劇。えらいこっちゃだよ。大雪ですよ。大雪、自然を舐めたらあかんぜよ。おい、すごい雪。安美さん、はい、ユンボで脱輪したハイエースの救出劇を目の当たりにしちゃいましたけども。本当ですね。えらい振りです。これが湯沢の本気じゃ。雪国なめんなよ。いやー、もうさ、こんなに雪あんのに私たち一本も滑ってませんよ、まだ。本当ですね。こんなフラストレーション、もう生殺しパブ私たちの湯沢ライフ、初年度は全く雪がなく、観測史上最小雪という言われた年から始まり、2年目、3年目、記録を更新する大雪シーズンでございます。ただいま走行しているのは中里エリアですね。この、年末湯沢エリアに年越しスキートリップ来ようとしている方たちは、ぜひこの動画から積雪状況を確認しておいてください。まず、チェーンではなくスタッドレスで来た方がいいです。中途半端な装備で来るとめちゃくちゃ痛い目に遭いますので、スノーブラシとかね、それから開氷剤スプレーとか、その辺は必ず、常備してから、積んでからね、来るようにした方がいいと思います。昨日は1日で128センチの積雪です。1日だよ。1日だね。うん、小学生の身長ぐらい積もっちゃうんだから、こんなんね、あの雪国に慣れてない人が来てさ、一晩で自分の車の上にそんな雪積もったらかなりパニックになると思います。屋根の上に雪が積もったまんまで走るバカチンがすごく多いんですけど、ほんとね、やめてほしい。あ、やべ、落としたのに、まだ残ってたかね。こういうことになります。ご注意ください。おはよう。俺一旦ここに置いて、うん、自分でちょっと掘るわ、自分の分。腰が痛いのに申し訳ない。OKOK、もちろん。偉いこっちゃだ、マジで。自分の駐車場は自分で掘れ。これが湯沢の本気じゃ。That father is 10 and permed!